今日も一日、お疲れさん。どうもしこです。戸田です。正確です。ダンです。今日の企画は、安行きよー前回、っていうかもうだいぶ前ですけど、はい、一回宗太郎をやったことがあって、はい、それの今回安行きバージョンということなんですけれども、はい、まあざっくり企画の説明するとですね、はい、いくつかもう事前に安行きに質問を、してもらってて、はい、それに対する安行きの回答を僕らが当てていこうというコーナーになってます。だから誰がね、安行きのことを一番よく理解してるのかという、なるほどね、こういうことですな。そういうテストに入ってきたの。急に入ってこない。おかしいな。自分で編集してるか分かるでしょ。かぶせながら入ってこないでください、メッドカメラが。おじさんに入ってきたぞ。僕のことを誰が一番知ってるのかって、もうね、みんなそれぞれもう言い訳聞かないですから、まあ、ソータル以外は、一番長いのは一応ね、ソータルだもんね。まあ一応ね、まあそうだね、付き合いでだからね、普通に答えてくれてんのか。もうめちゃめちゃ真面目。聞いてくれてない？おそらく。おそらくまあなんか事前にもう撮影はしてくれてるんで、それでやっていきたいと思います。はい、はい、それでやっていきましょう。チャンネル登録よろしく。はい、では、はい、第1問。はい、はい、はい、自分の特徴を一つ変えるとしたら、これに対して安行きがなんて答えたか。やば、興味ない。興味ないは NG です。すいません、すいません。あー、わかったよ、お前。特徴を変えるとしたらってなんだ。特徴を変える、変えたいってこと。それでは、はい、回答オープン。エッジが欲しい。闘争心が欲しい。カリスマ性が欲しい。頭の中のことをすぐ言葉にできる。あるの？まあちょっと見てもらいましょう。はい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 。ちょっと皆さん難しく考えすぎかもしれないですね。あ、そうなんだ。はい。明るくなりたい。かよ、お前ちょっとふわっと考えてくれないと。ああ、そっか、こいつふわっとしてるもんな。一回ごめん、そっか、そのトーンで答えてるっていうの見たかった俺は。あ、そうですね。今わかりました。あ、このトーンで答え続けるのねっていう。そんなに詳細に僕は言葉を紡がないタイプなんで。わかったわかった、なるほどね。確かにな、俺らが出したような回答にまず至れないもんだ。そうそうそう、ここまでたどり着かんもん。ちょっと、目線下げて、そう、もっと浅いところで考えないと。IQ 下げないとね。 IQ 下げないと悪口。 IQ3 で答えればいいのか。 IQ3 は悪口。そこまでいったら悪口。いきます。第2問、一番尊敬されている方は誰ですか。あー、俺こんなんも簡単やん。俺は簡単じゃないですか。1位なんかな、あの人。いやこれだから、どっちかわからんのよな、正直。2択あるね。ほんまや、俺もや。2択あんのよ。それでは回答オープン。どうぞ。ハイド。お父さん。そうや、ハイドや。ラルフ・アンシエル。お姉ちゃん。ハイドや。俺ハイドか姉ちゃんやった。いや結構言ってんのはこっちでしょ。こっちか。これこっちから変えた、お父さんに。マジ。あ、いきますね。はい、おっしゃー。まるでまるでまるで、なんやねん。ジョーさんおめでとう。ありがとう、ありがとう。マジか、お父さんにあれなんや。いや、やっぱ姉ですね。影響受けてるもんな。そうです、ね、どうした、ナルクアンシエルは。言ってたやん。いや、まあ尊敬はしてますけど、やっぱ一番って言われると姉ですね。やめかった。近い人を言うんだな。読みに行った。そう、安はそっち選ぶなと思って。なるほど、素晴らしい。いや、そう、見てください、言い当てられた時の嬉しい顔出てます。全然いいじゃん、いつの得意じゃんからね。自分大好き人間ですからね。分かってくれてるって顔してる。なるほど、素晴らしい。はい、じゃあ第3問、高校生の自分へ一言。え、むずこれ。高校の時どんなやったんか全然知らんな。これはでも、この場で出てきました。この場で。分からないんだって。そうたらここ別やもんね。うん。それでは、回答オープン。爆発しろ。人生何が起こるか分からん。学校のやつも長くしろよ。お、勉強して東京に行け。うわ、答えいます。すごい。おい、あ、大学は東京に行きなさい。すげえ、すげえ。なんでお前そう、なんでお前出せるの。え、お前この V 一回見た。いや知らない、すごい。マジで見た。ランニングしてんだろ。マジで見た。なんでわかんねえ。バンドを勝ちるために本当は東京の方が良かったとか思ってたんじゃないかなと思って。いやでもほんまにそう、もう一回高校生がやり直すんやったら大学は東京に行けっていうかなと思って。うわ、ちょっと人に興味ないジョンが安行きへの興味すごっ。違う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 、興味ないんだよ。この人しか覚えてないんだけど、枝葉知らない。次行こう。あ、違う。もう知らない。もう2ポイント目ですから、当ててください皆さん。ほんまや、1ポイント欲しいわ。すごい。でしょ。次じゃあ第4問。はい。自分のかっこいいところはどこですか。うん、うわ、ないけどな。おい、これ何か触れよう。うん、一回触れて考えるか。そうやな。
映像カットしたからな。俺が時間稼ぐ。一回ちょっと飲みに行ってもいい。飲みに行ってもね。明日またやるか続きは。待ってるからな、飲みに行っても。大丈夫ですか？はい。それでは回答オープン。包容力。包容力。運がいい。弱音を吐かない。あのね。ああ。そういうことで。ちょっと回答オープンしましょう。はいはい。忍耐力がすごいあるとこじゃないですかね。迷ったやん、お前。そうだなー。これ質問コーナーでこっち言ってね。ああ、そういうこと。分かる分かる分かる。そうやんな、そっちで言ったやん。なるほどね。かっこいいはちょっとやっぱそっちかもしれないです、忍耐。なるほど。でもジョーが近いかもしれない。俺近いな。確かに。ジョーすごいすごいすごいよ。ちょっとジョー以外ゼロじゃないですか。お前、ゼロか。ゼロやね、俺ら。逆にジョーが2稼いでることが奇跡や。確かに。この序盤の2はエグい。すごいわ。お前結構3時まで飲んでんちゃうの。飲んでる飲んでる。だから俺前から言ってるんですけど、俺に興味ないんですよ。ほんまに前から言ってるぐらい。これじゃあちょっとこれ宗太郎当ててほしいですね。はいはい、はい、第5問、宗太郎さんの一番好きなところはどこですか？いいじゃない。これは分かってるよ。お俺これ逆に全く分からんぞ。いやでもこれもな、俺あんま宗太郎直接言ったことないかも。ちょっと待ってよ。言ってたやつ書いてんねんけど。じゃあダメやわそれ、はい、それではじゃあ皆さん回答オープン。ピュアすぎてひねている。プライドが高くない。人前で泣けるところ。自分に正直、心情をこう吐けるみたいな部分でね。これ出てます。わーし、こいつまた言ってるやん、絶対ありうるな。いきますね。はい。まあでも素直じゃないとこじゃないですか。あれ素直じゃない。どれだ、これどこですか。おーお前ちゃんと当ててるやん。なるほどね。あ、でもこういうことを言いたかった。強すぎてひねてる。これどういうことやね、詳しく言えよ。いやだからさ、あのさ、この間さ、俺さ二人で普通にさ、三茶屋飲みに行った時に、こいつ珍しくジーパン入ってたんよ。あ、珍しいね。で、なんか、ジーパン似合ってんなって言ったら、お前、初めて俺で服褒めたなって言い出して、喜んでるわとか思いながら、でもほんま似合ってるでとか言って、そのままバーって言ってて、そっから、撮影で大体会うたびにジーパン履いてる。履いてない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 履いてんなと思ってた。履いてるわ。そやろ、この人めっちゃ嬉しかったよ。素直じゃない風に見せるけどめっちゃ素直。ああ、そういうことか。なるほど。ピアスでひねくれてるという。なるほどね。おお。さすが宗太郎さん。かわいいな。合ってた。これはしっかり合ってるのが恥ずい。ここまで当てんくて、これは当てんくて。俺は二人で喋ってて、チラッと言われたんですよ。あ、そうね。お前、いや、結局、俺めっちゃひねくれてるからな、とか言って、結局ピュアなだけやと思うで、みたいな。そうそう。純度が高いからこそ、逆結局そうだった、みたいな話をしてたんで、多分そうかな。なるほど。第6問。やばいっす、6問目か。今までで一番ひどい振られ方を教えてください。はぁー、振られてるの、この人。セリフですよね。セリフを書いてくださいってことですね。そうですね。なんて言われて振られたかってことですね。じゃあ、あれかな、あれしかないんちゃう。これ当てれなかったらちょっと安雪フリーク失格ですね。そうですね。え、これ満場一致でいきたいな。え、最近ってことやろ。これもうホカホカです。あ、なんや。じゃあ意味わかりました。そういうことか、俺昔やつ想像してたわ。じゃあ回答オープン。絶対ないです。絶対無理です。絶対ない。絶対ない。あ、無理か。全員正解。絶対無理ですって言われたことじゃない。すごい。絶対ってすごいね。 100% やもんな。絶対はすごい。確かに。さすが皆さん、4ポイント1ポイントずつ。すごい、これはやっと。これサービス問題ですね。サービス問題。第7問、女性を口説くときどう口説きますか。おお、意外と分からんな。これを結構言ってるんじゃないですか。女性を口説くどう口説きますか。では回答オープン。弱みを出せる相手になる。相手の弱いところに寄り添う。支えるような人になります。お、包容力があるように見せる。お、正解があります。お、では行きましょう。まあでも愚直にじゃないですかね。やっぱ伝えますよね、好きを。俺は好きだぞって支えるよっていう。よし、納得や。やっと言いました。素晴らしい。よしよしよし、支えますよね、彼は。納得きた。やっとです。やっとです。なるほどな。今何ポイントですか。3です。1ですね。2です。リーダーが。ちょっとリーダー、これも近いけどな。まあ近いね、近いけどね。そう、分かってないな、安木のこと。今質問何やったっけ。くどく、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 
ほんで答えになれたっけ、支えるよっていう。そこまで読まない。そうやそうや。そうやそうや。そうそうそう。そこまで読んでこそ。QA じゃないもんな。A は来ないから、基本的には。第8問、彼女にした最高の愛情表現は？あ、でもそんなに突拍子じゃないことじゃないと思います。結構日常です。日常派だ、サプライズ。それより 僕前だって結婚のプロポーズね、何て言いたいかって覚えてますね。覚えてない。うん、覚えてる。日常の中でみたいな感じ、ね、そう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 、うん、あ、言ってたかも。あ、洗濯物干した時に言いたいみたいな。あ、それに結構近いかもしれないですね。え、それが最大の愛情表現なの？だから日常に潜んでるけど、日常に潜んでるこそ最大みたいな。なるほどね。はい、じゃあ回答オープン。寝顔を見て微笑みながら抱きしめる。何もない日に何か買っていく。料理を作っていつもありがとうっていう。おお。お揃いの箸を着て。おお。これね、ちょっと一人正解してもいいんじゃないかなって人がいますね。おい。ちょっと言いましょう。はい。これちゃうんかいこれ。ご飯とか作って待ってて、お帰りって言って抱きしめたとかじゃないですか。よっしゃー、よっしゃー。何当てれるんこれ。切れちゃった。完全に切れちゃった。完全に切れちゃってます。僕は僕は知ってます。せっかちゃん、すげー、切れちゃってよ。せっかちゃんが完全に僕知ってます。なんで当てれるんですかこんな。追いついてきてるやん。監督こういうの意外と負けたくないから。負けたくないから。全然置いてちゃんと買ってきてる。なんでそう思ったんすか、ね、そう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 。安行がもう言ったやん。普通に考えたらこんなん愛情表現としてこんな悪くないじゃないですかねっていう、うん、不器用な男性って料理作るとか作るじゃないですか、うん、そうなんですよ。花とか買わないんだ。ああ、確かに確かに確かに。下げていくと日常の中の幸せってのはご飯を作るとかやっぱり一番多いんじゃないかなっていうところで出したんですね。なるほど。なるほど。とりあえず何作るの？カレーだね。カレーなんだ。ああ、そうなんだ。男だね。大体そうね。チキンカレー。チキンなんだ。うん。すごいなー。すごいなー。ちょっとリーダーが1ポイントしか取ってないですね。マジで。あと2問っすね。実質ゼロみたいな。ちょっと2問取って。振られ文句だけ覚えてる。しかも、ソータローも振られ文句とあるやろ。ソータロー。おい、どうなっとんねん。あれ、ナルシストやろ。自分大好き人間やないか。このまま行ったら俺らやばいな。やばい。関心男と自分大好き人間でもある。よっしゃ、当てに行こう。第9問。恋とは何？愛とは何？あ、もうじゃあ恋とは〇〇ではないけど、恋とは〇〇、愛とは〇〇って答えてます。はいはいはい。こいつちゃんと一言で答えれてんのかな。これは一言で答えてます。本当？大丈夫です。それでは回答をオープン。恋とは高ぶり、愛とは安心。恋とは有限、愛とは無限。恋とは爆発、愛は安心。恋とは衝動、愛とは平静。ああ、なるほどね。安心とかじゃ多いな。そっち系なんだ。安心二人いるな。これはすごい。ちょっと見てもらいましょう。恋は刺激、愛は無償。ああ、俺無償が浮かんだよな最初に。いや、書いてないやろ。言うな、そんなバカやろ。じゃあね、無償の単位って何やと思って、無限と有限にした。なるほどね。惜しいね、ジョンとか惜しい。俺が近かった、刺激が。恋とは刺激で、愛とは無償です。無償か。まあ、なるほどね。なるほどね。僕、これは愛とは何なんですかって、おかんに一回聞いたことがあって、昔。うわー、おかんですか。おかんが、もう愛は無償ですって。それ結構、しっくりきたんで。なるほどね。確かに愛とは何ですか。ちょっと次最後です。最後ちょっと当てるわ。これ5点ですか。どうやす。もうそんなやったらもう。どうって、まあひどいよね。2と1でしょ。惜しいとこ生きてんねや。そうや。いや、ソータローはまあまあ2やからまだいい。リーダーが1ってどう。これ皆さん。逆やったらショックじゃないですか。俺めっちゃ悲しいわ。ちっくろうな。2もしないもん。あれしか当てなかった。ショックです私。じゃあラストいきますか。はい、どうぞ。未来の嫁に一言。はい。おお、これ何点？これはめちゃめちゃむずいと思うんで、もう10点いこう。ありがとう。そんなむずい。そんなむずいんや。これは結構難しい。長い。長いです、一言です。多分他の4人には絶対出てこないと思う。乗ってるやつが。僕がめちゃめちゃ乗ってる、体重が乗ってる。乗ってる？はい。絶対出てこないんや。4人からは出てこないと思う。もうちょっと欲しいな。ヒントですか？一見結構暗い言葉です。へえ。僕からした。いいっすね。一見暗い言葉ですが。その言葉の中にはめちゃめちゃ愛情詰まってるねっていう感じの文です。かむずい。
黒がめちゃくちゃ真剣やこいつもうこれしかないからこれ取ったらもうリーダーとしてね完璧。でもこれは年老いたそれこそ宗太郎とか60ぐらいになっても生きてたらみんなに言うかもしれない。あ、わかりました。いや、行きます。どうぞ。生きてる、長生きしような。外に連れ出してな。よく俺選んだな。はぁ、なるほどな。近いとこはもうちょうだいよ。一番近い人はいます。よし、見ようよ見よう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 。あー、どっちが先に死ぬんですかね。あー、いやこれは誰だ、どっちだ。これ相当上げてもいいかなと。なるほど、やるやん。あ、そういうことか。なるほどね。ちょっと惜しいね、確かに。先に死なせてみたいなやつかなと思った。あー、先に死ぬのは俺がいいみたいな、ね、そう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 。あ、まあそれも言いそうっすね。なるほどねー。これ分かったな。これどういう真意で言うた。そう、なんかそこまで一緒にいようねみたいなことを含まれてるシーン。死ぬも一緒にいようねってことだよね。そういうことか。そう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 。うわー、けどぽいなぁ。ぽいぽい、めっちゃぽいなぁ。ぽいやん。ぽいぽい。うわ、でもこれぽかったよね、たぶん。ぽいぽいぽかった。というわけで、優勝は宗太郎さんです。すげえよ。ええんか。そうだ、準備ですから。うわー、ふう、悔しい。悔しいなー。いやー、やったらベターでしたかったなー。まあ、なあ、なあ。これでも結構むずい。俺疑問系で終わってる時すごいなと思って。確かにね。生きてるみたいな。逆になんでそれ出てきたの。いやー、でも結構最初からこれは出てたやん。あ、そうか。お前が、嫁に一言言う。将来の嫁に一言って言われたら、はい、多分生きてるみたいなのが来るんやけど、その後のヒントでどんどん怒られるんだって言ったら、逆にね、逆に暗いのは暗いけどみたいな。俺らなんて言うの。どっち一回生きてるんでしょうねって言わんくない。別にどっちが先死ぬんでしょうねを60で言うと。そう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 。監督はもう病室で点滴打たれながら、それが先死ぬんでしょうね、どっちが先死ぬんでしょうね。サイコパスやろ。お前ほんで点滴の腕でこうやってやるんだろう。これがやってんのそれ。ガンだよ。気づいちゃう。聞こえすぎやん最後。めちゃおもろい。はい。はい。ちょっとごめん、すまんな。全然分かってなかった。これはひどい。ワンポイントですか。まあ相当の12。1ポイント、はい、1ポイント3、これどう、リーダー、この無頓着男。無頓着男が言われるんや。これ悔しいな。ちょっと結構一緒におったくない。そうやね、なんてさ、うん、いやいや一緒に編集してるもんね。まあ確かにね、うん、ちょっとだからサブちゃんでシクロから、うん、SK のインタビューコーナーみたいなやってちょっともっと知ってもらおう。確かにね、知ってもらえたらね。シクロが SK を勉強しますって罰ゲームだ。でも確かにな、今思い返したらな、リーダーが俺におっていう話興味持ったのは本当に恋愛の話だから。そんなことないやろ。でもイエスじゃなくても俺もさ、興味ないや別に。恋愛ってコンテンツを見てるから。チャンネル登録してくれたらチャンネル登録増えるんで。はい、ということで、はい、まあ、今回は安井企業になりました。はい、まあなんか好評やったらね、はい、あのまた別のやってないメンバーでやりたいなと思ってるんで、はい、ぜひそちらもお楽しみにしてください。コメントください。ということで今回はありがとうございました。ありがとうございました。0-0って男だ。悲しい。いや実質ゼロです。いやでも振られた、いや気づいてる、振られたあのセリフあるやん。はいはい。絶対無理ですって俺一番一着。おお。あったはずだと思って。確かに。声ちっちゃいやん。死なさせると思った。俺一番。いやちょっとじゃあサブちゃんであの安いけどもっともっといろいろ知らせていただくっていう。いやでもほんまに俺はもうちょっと知ってくれてと思ったよ。いやでも結構でも俺はちゃんとあれやで。何そのいい線言ってたで。いい線言ってた。あれそこじゃないで。あいつあそこでああ言ってた、ああ言ってた。ああ確かに確かに確かに。監督とジョンはね、うん、結構点、まあ宗太郎も点取ってなかったけど監督そう。いやすごかったすごかった、ほんまに意外やった。嬉しかったですね。まあ一応ルール上優勝は宗太郎ということですが、まああのね、もしこれが伸びたら、うん、このメンバーでも全然やってみたいなと思いますので、はい、はい、ぜひぜひ皆さんチャンネル登録並びコメントの方よろしくお願いします。お願いします。はい、
今日も一日お疲れさん。